一般社団法人日本電気工業会は、充電機器、白物家電のメーカー団体。電力、産業用電気機器、家庭用電気機器のメーカー団体。行政による日本電気工業会の取り扱う、製品、産業の所管は、充電機器は、経済産業省製造産業局産業機械化。 白物家電は経済産業省省務情報政策局情報産業課である。日本の電気メーカーはメーカー間の交流、親睦を目的としていた会合、8日会を1936年に製品の改良や技術の標準化を目的とする組織に改組し、1940年には日本電気製造協会に改称した。日本電気工業会は 太平洋戦争が終わって1948年に設立され、1949年にこの日本電気製造協会を吸収し、その業務を引き継いだ。1954年に社団法人に認可され、また2011年には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人への移行が認可され、現在に至っている。 東京都千代田区一番町17の4電気工業、海間電気機械器具、発電用原動機及び原子力機器の製造並びに関連事業の総合的な発展を図り、これらを通じて日本の繁栄と国民生活の向上はもとより、世界経済の一層の発展に貢献することを目的としている。発電用、総変配電用、公共施設用、産業設備用、 家庭用の電気機器及びエンジニアリングまで幅広い分野を担当しており、その種類は多岐に及んでいる。取扱い製品の基準は次の通りとしている。電気エネルギーの発生から供給までを包含した電力設備とそれを応用した産業システム、機器からなる充電機器全般家庭を中心とした広く消費者の使用に供する、いわゆる白物家電からなる。 家電機器全般すなわち電力産業用電気機器と主としてモーターや電熱の応用製品である白物家電を取り扱い製品としている。電気エネルギーの供給に関わる機器から工場や家庭で使われる電気機器まで幅広い製品を担当している。歴史的に日本の電気メーカーは戦後国内の電力網を 鉄道網などのインフラ整備や重工業、製造業の復興などの社会的要請を背景に、充電機器の開発、生産を主要事業に発展するとともに、その技術力を応用して、電気洗濯機、電気冷蔵庫、電気炊飯器、扇風機などの家庭用の電化製品の開発、生産を手掛け、高度経済成長を背景に、これら白物家電製品が普及、拡大し、 発展してきた。このような経緯から、日本電気工業界では、充電機器と白物家電を取り扱い製品としている。白物家電と呼ばれるのは、かつて電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気炊飯器などの製品がほとんど白色であったことに由来するらしい。家事や住環境などのために使われる電気製品は、 今ではカラフルな製品が売り出されているが、かつては白色を基調にしたものであった。これに対し、カラーテレビ、ステレオ、テープレコーダーなどは、木目調やブラウン系の色が多かったことから、白物家電に対して、ブラウングッズと呼ばれるようになったらしい。ブラウングッズを黒物家電と呼ぶこともあるらしい。なお、薄型テレビ、ブルーレイレコーダーなどの AV 機器やパソコン、半導体などは、 一般社団法人電子、情報技術産業協会の取扱いである。国内でジェマ取扱い製品の製造を営む、正会員と、物流、販売、材料、工事などの電気機械に関連する事業を営む、参助会員で構成。日立製作所、東芝、パナソニック、三菱電機、富士電機、名電車、日清電機、安川電機、シャープ、 三菱重工業、オムロン、大変、東光高,高岳、シンホニアテクノロジー、山用電気など、約280社が加盟。ありがとうございます。